嫌いな表情であります。大覇王、大覇王と一言なのでデビクル先生に透かしまくるぜというコメント。さあ南は嫌い、大覇王、大覇王、大覇王、チームも大覇王。さあそれを目にして、まずは開幕ダメージ、デビクル無敵、まずはダメージを当てて脈入った。さあそして本人得意の南ステップ、アキラのキャラ性能を十分に発揮するこのステップ。しかしこれを回り込んで瞬脈シン下げり魔法 P テイクシュラーを浴びせていく。さあ一旦下がって、前に前に後ろに後ろに動く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 、そして回り込んで、なんというステップだ、南ステップ健在。1本目は大魔王であります。ファイト2ラムス、レディーゴー。さあ後転横から枕長州オケない100個壁入らない調査を透かして、カクラここが読んでいるディープレイ難しいかかる。さあ壁に追い込むか。さあ南前後に前後に前後にフッコの構え、前後に前後にこれに合わせるためにあと100個いった。さあ突如として現れる100個マン、早いですねこれ。思わずデビプルも苦笑いみたいな、むしろ南の動きに圧倒されてる感じですよね。逆に見てはいけませんねこの南のステップ。しかし全くこの読めない両方魔法から入って、まあ、でも今日の南は結構コマンドミスが目立ってますね。そうです、開幕秒後の失敗など今のコンボも失敗。さあ一旦下がる、前に出て浮かしたい、おっと壁際、おっと投げたい、しかし取ったのは大覇王南明、1回戦突破です。ありがとうございます。10年早いんだよ。いや今日動きに見えますね南選手。ステップに経験すれば入ってないのがちょっと気になったかなとか思った。